ということで今回は焼肉キングさんの系列店のおこほんさんに来ております。でね、ここが焼肉キングは焼肉の食べ放題だと思うんですけど、ここはお好み焼きの食べ放題ができるということで、やばい、初めてなんだけど、ね、めっちゃ楽しみじゃない？そうだから今回はね、そのなんかコースがいろいろあるんですけど、今回は私たちはこちらのプレミアムコースでもう食べまくりたいと思います。はい、もう以上、そういう企画となっております。はい、説明は以上です。頼みます。それでは早速いくよ。いっぱい来たんですけど、早速食べていきたいと思います。いただきます。いただきます。おこほん焼き海鮮にしました。嬉しい嬉しい。ちょっと待って、本当にさ、食べにくい服で来たことを後悔している。食べにくいのでエプロン諦めます。え、諦めんの？はい、絶対汚すじゃん。無理、食べにくいことほどストレスなことはない。いただきます。やばい、めっちゃ美味しそう。てかこれ焼いてきてくれんのめっちゃ良くない？うまいね。え、もうなんか全部これ頼みたいぐらいの勢いなんだけど。いただきます。やばい、美味しい。すっごい野菜が、キャベツたっぷり。え、キャベツめっちゃたっぷり。なんか生地そんな感じない。アミ大好きかも、こういうの。美味しい。なんかさ、久々に食べたお好み焼き。取ってください。2個いけますか？食べますか？ちなみにちょっと大きめの食べたね。こっち大きめにしました。あ、僕2個ですか？はい。こっち大きめにしましたよ。本当に？はい。本当に？本当に。今日はね、ちょっとアミとミュー2人じゃ絶対にいろんなものが食べれないと思ってね、マネージャーさんに一緒に食べてもらいます。でもなんか初めての多いかな。いや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 、そんなことないです。大丈夫ですか？はい、平等です。平等。4分の2いってんの。もう一人いればだ。そうですね、お好み焼きって 4等分に切るから。そうね。次だっけ、3等分でやってみようか。あ、そう。いいアドバイスを。ケーキみたいな。そうですね、そうしようね。うん、めっちゃ美味しいね。めっちゃ美味しい。なんかヘルシーそう。え、そうね。え、粉感じなくないですか？ちょっとまだタコしかないね。タコから行く人いた？なんでも早く食べたいな。確かに。焼いといた方がいいのか。うん、焼こう。ね、できます。え、ちなみにこれ何ですか？これ何ですか？いやいや、多分龍平さんが。これと一緒に来た。あ、じゃあこれを焼いたら閉めるってことですね。閉めるってことです。え、これはこのまま一回焼くってことですね。そうだよ、多分そういうことです。えい、こっちを混ぜるってことだよね。合ってるよ。これは腕の見せ所ですね。お好み焼き焼けたらモテるかな。モテるよ。モテる。モテるモテる。頑張っちゃおう。いや、でもお好み焼き焼けてモテんのは男の人だと思うな。ひっくり返すの失敗してるのしか想像できなくないのが男の人だ。なんでよ。できるみたいな感じでやったらできなそう。ケンケン、ケンケン。結局女の子だからうまそう。確かに、やっぱ丁寧な作業はね。よし。え、こんな分厚くていいのかな。でもなんか綺麗じゃない？めっちゃ綺麗綺麗。いい感じ。うまくできるフラグしか立ってない。え、やるよ。もんじゃ刻まないといけないからね。そうだよね。いや、どれぐらい刻むんだっけ。頑張る。うん、頑張れるやん。お、みゆちゃんうまいね。え、お好み焼きとかよく家族で行ってたんですよ。いや、もう慣れてんのか。え、まあ別に自分で焼いたことはほぼないんですけど、でも見てたよね、やり方はずっと。
でもアミノは褒めてくれなかった。これからだからね。これ、あ、確かに確かに。そうだった。え、もう入れていいのこれ。え、いいんじゃなかったっけ。いや、溢れちゃうんだこれ。ゆっくりゆっくり。うまっ。天才います。天才だわ。え、持ち良しってね。振り方何も見てないけど大丈夫かな。大丈夫大丈夫、できるわけ。これサイドメニューもいっぱいあって、でも今回韓国屋台っていうのがやってて、キャンペーン中みたいな。それで、まあ、ここにあるチーズトッポギと、なんか海苔の串カツと、ヤンニョムチキンと、これ見て、何ですかこれ、餃子。餃子、めっちゃ美味しそう。食べよう、夜勤の前に食べようよ。食べよう食べよう。じゃあトッポギ食べる。いただきます。いただきます。おいしい、もきもき、甘辛くて美味しい。いい、食べて。めっちゃ美味しい。アミノ出番した。めっちゃ唐揚げサクサクで美味しいです。アミノ出番じゃん。いけるかな。いきます。うまい、めっちゃうまい。いや、今これで思い出したことがあるんだけどさ、前友達とお好み焼き行った時にさ、なんかひっくり返したことないって言ってて、その子がで、やってみなよみたいな感じでやらせたら、お好み焼きお好み焼きこうやって手前じゃん、普通向こう側に投げたの。やばい。もうぐっちゃぐちゃで、もうさすがにやばいって思った。あ、めっちゃうまい。うまい。これ多分これでこれをね。あー、なるほど。入る。なんかしたり。あ、めっちゃしたり。え、めっちゃ美味しそう。え、うまくない。こちらもこちらで、うまいうまい。まあ、もう説明書見てない割にはいいんじゃない。うん。え、じゃあこの串も食べるね。海苔、これ海苔なんだよね。なんか海苔のくせに分厚くない。ん、海苔じゃない。なんか、え、じゃあお肉、お肉なの。うん、おいしい。いただきます。めっちゃおいしい。しょっぱくてね。うん、これ絶対飲んじゃ完成してるよね。うん、きっとこれも多分いける。あ、そうですね。めっちゃ綺麗。ここの名物のやるんですか、自分で。今日のソースは普通にかければいいですか。うん。あ、やばい、美味しそうな音してる。すごい。おお、どっからやって、どっから、どっから。いや、怖い怖い。あ、でも可愛い。うまい。どう、いい感じ。めっちゃ美味しそう。みんな焦げますとか言って。やばいやばい、そうです、食べないと。うわ、見て、もんじゃ、やばい、めっちゃ美味しい。やっぱもんじゃって明太もちチーズしか勝たんよね。間違いない。ベビースターが2位ぐらい。うん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 、大好きだった。ね、好きだったよね。お好み焼きも食べるね。食べて。うん、めっちゃ美味しい。めちゃめちゃ美味しいね。お好み焼きも食べてほしい。めっちゃ美味しいから。うん。うん。さっきのもさ、お好み焼きだったじゃん。うん、全然やっぱ違うね。味が変わるだけで全然違う。違うんだ。うん。もんじゃ好き。もんじゃ美味しいね。まだ全然食べない。ね。なんかトロトロじゃないお好み焼き。うん、トロトロ。え、てかすごいよね、ほんと。キングもさ、韓国フェアやってんじゃん、時々、うん、系列店だからやってるんだね。うん、お好み焼き食べた。てかさ、もんじゃといえばさ、前さ、友達のお家でさ、もんじゃやった時にさ、もんじゃの具と生地を別々に作ってて、うん、混ぜてもんじゃにするみたいな感じで作ってて、うん、で、なんかその生地だけを流して、うん、おこぎをアミが作ってたんだよ。え、アミいた、それ。え、アミもいたんだけど。え、なになに。え、覚えてないんだけど。なにそれ。え、めっちゃ覚えてるんだけど、アミがその
おこげをめっちゃ作るのが好きだったのか、うん、めっちゃ作ってて、うん、これをみゆに食べさせるのね。そうなの。それね、なんかおこげってさ、まあ、焦げじゃん、普通に、うん、だからさ、え、焦げそんな食べるの良くないよみたいな、ガンになるよみたいなことを言って、うん、みゆがガンになる要素をめっちゃ吸収してたの。あみが作ったの、みゆが食べてたの。待って、覚えてないんだけど、全然覚えてない、うん、え、めっちゃ印象的なんだけど、みゆその話。でもおこげとか楽しいよね、作るの。それでめっちゃ作ってみゆに食べさせてたもん。やばい子じゃない、うん、え、ちょっとやばいこれは。でもだってさ、ずっとついてたってことはさ、取れてたってことで回してなきゃ閉じちゃう。あ、そっかそっか。いただきます。うん、食べよう。うん、めっちゃ美味しい。美味しい。え、ほんとだ、なんかさ、ラーメンのさ、麺みたい。確かに。なんかさ、一品一品全部がちゃんと美味しいね。ね、間違いない、ね、これ大勢で来た方がさ、いろんなの食べれるだろうね。4人ちょうどいいね。ね、確かに3人ちょっと喧嘩だもん、3頭分。こっち大きいとか言って。見て見て、これすごい、チーズ焼き。すごくない？こんなになるんだね。ポテトだけが残ったってことだもんね。そう、めっちゃ美味しい。ホクホク。なんかおかず感覚だからパクパクいけちゃう。もうそろそろさ、デザートでも頼む？確かにね。はい、デザート、シャーベットと韓国フェアのソフトクリーム、黒蜜きな粉だっけ。うん、わらび餅が。いただきます。これ季節のシャーベット。何味なの？なんだ、バナナ？バナナかな。バナナだよね。フルーツミックスとかありそうじゃない？あー、フルーツミックスと言われたらフルーツミックスだわ。なんだろうね、これ。おいしい。もう限界です、私は。氷しか入らんゾーン入った。え、あみ何口で食べた今。おいしい、めっちゃさっぱりしてる。次。どっちもお前のかいみたいな。間違いない。こっちは韓国フェアでめっちゃなんか人気らしいよね。いただきます。間違いないわ。美味しい。パカパンパン。でもやっぱシャーベットの方が食べやすい。あ、なるほどね、うん、ソフトクリームって飲み物だよね。ではないよね、別に。でも確かにわらび餅入ってるから食感が面白い。へー、完食。はい、ということでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。もう本当ね、さっきも言ってた通り、もう本当に一品一品全部が美味しくて、本当に美味しかった。お好み焼きももんじゃも、うん、焼きそばも全部美味しかったからね。うん、もう満足です。その韓国フェアの料理が美味しかった。え、ね、めっちゃ美味しかった。料理って言うの？ちょっと待って。え、何？料理でいいと大丈夫。うん、メニュー、メニュー、あ、そうそうそう、メニューがめっちゃ美味しかったね。美味しかった、うん、はい、ということでちょっとでも食べたいなって思ってくれた方、高評価とチャンネル登録、あとコメントもたくさん待ってます。はい、以上アミとゆうでした。バイバーイ。ありがとうございます。絶妙。ありがとうございます。